さんこんにちは、高田理恵です。今日はですね、私京都に来ております。じゃーん、京都は嵐山に来ております。観光に来たんですけれども、しかも見てください、10月だけど浴衣です。実はですね、今回京都には時代劇の撮影で来ておりまして、で、時代劇に出るということで浴衣の着付けなども勉強したので、自分で今回は浴衣を着てみました。浴衣で京都散策しようかなと思います。橋を歩いております。人力車乗りたい。人力車いいな。まあ、ちょっと久しぶりの京都なので、今日やっと京都らしいことができて、本当は金閣寺に行きたかったんですけど、金閣寺がどうやら今工事中で全然見れないということだったので、ちょっと嵐山までやってまいりました。いい感じじゃない？よいしょ。ではですね、はい、15時1分のスタートで、はい、30分後に天龍寺の近くにお着けします。お願いします。安全運転で行ってきます。行ってきます。あ、すごい、あ、すごい、早い早い。竹の小道っていうものかな、これは。竹林の方へ行かさせてもらいます。あ、いいですよ、いい感じ。あ、早い感じで、もみ
ジが赤くなっていきます。ね、来月のお越しください。はい、来月はもう色ついてますかね。びっくりするぐらい赤くなります。これはなんだ。いっぱいいる。湯豆腐屋さんもある。あ、湯豆腐屋さんいいっすね。作りに入ってまいります。こちらの電車の五十駅車はいいんだ。おお。わあすごーい。他社分離安全のためにお父様方と道を分けてください。セレブな感じ。確かに人はいない。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価もどうぞよろしくお願いします。